福岡大学医学部看護学科の池田と申します。本日は訪問診療、訪問看護、訪問介護といった在宅ケアスタッフの安全を守る、離れていてもいつでも来るさ、在宅ケアスタッフ連携アプリ来るさのご紹介をさせていただきます。短時間となりますが、どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに企業様への期待になりますが、来るさは訪問を生業とする専門スタッフ間で使用する完全クローズドの位置情報系コミュニケーションアプリになります。防犯、警備サービス、介護テック、いわゆるケアテック関連分野の企業様等に対して、プロトタイプと特許ライセンスをセットにしたライセンスアウトを希望させていただきたいというふうに思っております。何卒よろしくお願いいたします。まず本システムの背景になります。近年、在宅ケアスタッフが犠牲となった事件というものが立て続けに起きておりまして、2022年の1月に起きた埼玉県富士見野市での訪問診療医殺害事件では、訪問診療を行っていた医師が弔問に訪れた個人の自宅で殺害されるというふうな事件が起きております。個人は90歳代の女性、加害者は60歳代の息子、犯行に使われたのは息子が所持する猟銃で、実際にこのスタッフの方は亡くなられております。当事件を受けて埼玉県の富士見野市では在宅医療や訪問介護事業従事者の安全確保を目指す守る条例といったものが制定されております。で、最近になりまして2023年の3月に、これも埼玉県なんですけれども、川口市で起きた訪問診療医看護師監禁といった事件があります。訪問診療のために訪れた医師と看護師を母親の息子が監禁した疑いと、でスタッフ2人に対して脅迫して、その上で玄関に通じる通路に立ちふさがったといった状況がありました。で、医師が携帯電話で別のスタッフに助けを求めてメッセージを送信してますけど、そのスタッフが110番したというふうな事件が起こっております。これまでの在宅ケアスタッフへの暴力に関する実態調査によりますと、兵庫県の調査では訪問看護スタッフの5割が利用者やその家族、親族等から暴力を受けたことがあるというふうなことが明らかになっております。福岡県での私どもがした調査によりますと、訪問看護スタッフの4割が利用者やその家族、親族等から暴力を受けたことがあって、その半数が1年以内に暴力を受けていたということが明らかになっております。在宅ケアの特徴になりますけれども、在宅ケアは原則一人で訪問します。で、ケアの現場っていうのは、ケア利用者の自宅になりますので、必然的に密室空間というふうになります。で、訪問看護の場合は9割以上が女性スタッフになりまして、で、海外でも、海外の文献になるんですが、看護師などの医療ケアスタッフは、ケア利用者であったり、その家族からストーカーを受けやすいと。報告がありまして、暴力、ハラスメント、ストーカーのリスクが非常に高い職種であるということが伺えます。そこで、暴力、ハラスメントの具体例を先行文献からピックアップしてみたところ、大声で怒鳴る、命令的な口調、看護師の顔面を殴る、手をねじる、怒鳴る、唾を吐きかける、看護師の両前腕を引っかく、看護師に陰部を見せて、卑猥な言葉を浴びせる、息子が看護師に勧めたお茶に、薬物、これは脱法ドラッグですね、を混入したりした事件もありました。で、家族が怒鳴るアダルトビデオの視聴を強要する、息子がケア中に看護師の体に不自然に接触するといった、警察を呼ぶまでもないけど、一人では対応が難しいといったケースが日常的に起きているといった現状があります。で、この現状に関して、先日、福岡県警の方に伺わせてもらって、この現状について、簡単にディスカッションさせていただいたんですけども、やっぱりこういった状況が起きた場合、在宅ケアの現場で、こういった状況が起きた場合に、警察としては、すぐにでも通報してほしいというふうにおっしゃってはいたんですけども、やっぱりこの現場のスタッフは、警察通報を躊躇しているといった現状があります。その理由として、現場ではですね、この図のように警察通報しづらい、負のスパイラルというものが生じておりまして、もし現場でですね、暴力が発生して、警察通報した場合に、
その後のケア利用者とケアスタッフ間の関係というものが非常に悪くなるということが想定されます。でその結果、訪問であったり、在宅ケアというもの自体を断られることが予想されますけども、どっちにしろその方の治療介護というのは継続しなければなりませんので、他の在宅ケア事業所を見つけないといけない、そういった状況が出てくると思います。ですが、もし見つかったとしても、またそこで暴力が起きる可能性っていうのも高いので、最終的には暴力ハラスメントを受けているスタッフが我慢するしかないといった状況になって、業界全体が暴力も仕事の一部といったような暴力の過小評価につながっているということが非常に問題というふうに私どもは捉えております。で、実際に、今年の3月に起きたこの監禁事件のでも、監禁されたスタッフ自身はすぐに警察通報はせずに、別のスタッフに助けを求めて、そのスタッフが110番通報したっていうのも、先ほどの起きている現象を裏付ける証拠になるのかなというふうに思っております。そこで、これまでなんですけども、訪問看護の暴力対策としては、複数名訪問、2名以上の訪問ですね、を推奨されていたんですけども、暴力は突発的に生じることがほとんどですので、事前その予測というのは非常に困難になります。で、訪問看護は2025年までに、訪問看護師が約10万人不足していると言われておりまして、慢性的な人材不足の上に、このように日常的に複数名訪問を実施していたら、全体的な訪問件数が減りますので、経営的に成り立たないといった、そういった事情もございます。そもそも、誰か呼ぶにしても、どこにどのスタッフかわからないと、どこにいるのかわからないといったことがありますので、応援を呼べないといった現状があります。そこで今回、このクルサは何を解決するのかと申しますと、先ほども申し上げた通り、在宅ケアは原則単独で対応します。けども、単独では対応できないかもしれない。こういった、軽い暴力とか、ストーカーとか、利用者さんの急変であったり、あとは交通事故ですね。移動中の交通事故といった、単独では対応しきれないような曖昧なケースに遭遇した際に、近くのスタッフに支援要請ができたり、あとは他スタッフからの情報による支援を受けれるといったことができるものになります。クルサのネーミングは、冒頭でも申し上げた通り、離れていてもいつでもクルサのクルサになります。で、主な機能としましては、まず一つ目が位置情報の把握ですね。全スタッフの位置情報を共有できるというものになります。あと利用者の自宅も登録しますので、っていうところですね、になります。で、二つ目が支援要請とルートナビになります。支援要請自体の機能と、あとは支援要請先までのルートナビの機能を搭載しております。あとはグループチャットになります。で4つ目が、自動支援要請の、主に計4つの機能がございます。実際の、Android 版の、クルサのプロトタイプがすでに完成しておりますので、その画面キャプチャーになりますけども、これが、救援要請の画面になります。で、これは陽性者の方の画面ですね。救援要請する、スタッフが救援要請ボタンを押すと、救援要請の内容の画面が出てきます。一応現時点では3種類想定しておりまして、1つ目が暴力ハラスメント、で、2つ目が医療、3つ目がその他というふうにしております。で、陽性者が救援要請内容を選択しますと、次が、これは他のスタッフの画面になりますけども、他のスタッフのスマホにプッシュ通知として、誰々さんが救援を要請していますというのがプッシュ通知で出てきますといったところです。で、プッシュ通知を受けた他のスタッフの画面がこのように切り替わりまして、現場に急行するのかしないのかというふうな、こういった画面が出てきますと。で、救援に向かうとなった場合に、ここに誰々さんが要請をしていて、この方が救援現場に急行していますと
まあ、そういった画面になります。あとはですね、救援要請に向かっている人が、まあ、誰なのかということが、まあ、救援者名が表示されますということと、救援先に着いた場合には、誰が、他スタッフもその現状を知りたいということがありますので、まあ、誰々さんが救援要請していて、まあ、救援に向かったスタッフが現場に到着したのかどうかっていうのを、しっかりその方が入れると、入力すると、まあ、押すんですね、ボタンを押すだけなんですけども、現場到着後に救援開始をして、まあ、救援中の画面が、救援中はちょうどまた誰々が救援中ですと。で、もう全て救援が終了したときに、まあ、お互いですね、救援者と要請された人が、お互い救援終了しましたよというものを押して、まあ、救援終了すると。いう流れになっております。で、あとは、グループチャットですね。今までの救援要請のやり取りっていうのは、すべてチャットに反映されますので、まあ、何時何分に、まあ、どういったことが起きたっていうのも、チャットの方で記録、自動的に記録されるというものになっております。あとは、通常のチャット機能も使えまして、まあちょっと今のところ動画は使えないんですけども、普通のテキストと、あと写真画像の送受信も可能になっております。はい。従来技術とその問題点についてなんですけども、事業者によっては、事業所によっては、スタッフ間の連携に、LINE とか Facebook などの、まあ、SNS を用いて、連携をしていると。いったところもあるんですが、これやっぱり情報セキュリティ上の問題が非常に深刻でして、個人情報の漏洩であったり、あとは、もしスマホをなくしたとか取られたとかですね、そうなった時にサーバーの特定が非常に困難になってくるということが考えられます。また、クルサ以外に既存の位置情報アプリっていうのは数社あるんですけども、これらはどちらかというとすごくゲーム性を重視した、一般ユーザーを対象にしたものがほとんどでして、これもやっぱり情報セキュリティ上の問題であったり、あとはやっぱり在宅ケア用としては開発されておりませんので、ユーザビリティに非常に難があるといった現状があります。そこで、クルサは訪問をなりわいとする専門職間で使用する完全クローズドの位置情報系コミュニケーションアプリを作ろうと。いうふうな形で、今回ご紹介させているといった運びになります。地域包括ケアへのインパクトとして、クルサは、唯一無二の在宅ケアスタッフ連携アプリになります。現時点で、競合他社は調べてみたんですけども、ゼロになります。競合他社ゼロの、アプリになります。で、地域包括ケアシステム版の、ハリーコールであったり、エマージェンシーコールになり得るというふうに確信しております。このハリーコールやエマージェンシーコールっていうのは、病院で病院のシステムで使われている、緊急要請ですね。病院内の緊急要請。で、ハリーコールは、身体急変の時に使うものですね。で、エマージェンシーコールっていうのは、病院内で暴力等が発生した時に、エマージェンシーコールをして、男性スタッフがその現場に駆けつくと。いったようなのが病院ではあるんですけども、その地域包括ケアシステム版というふうにイメージいただいた方が分かりやすいのかなというふうに思っております。はい。現在在宅ケアの市場規模は非常に拡大しておりまして、在宅患者数が2016年67万人だったのが、現在では約83万人と増えております。また、訪問看護ステーションは2010年5700件でしたのが、2021年に、2倍から3倍程度ですね、1万3000件ほど増えております。また、訪問介護事業所は2010年約3万件であったのが、2022年に、3万5000件、こちらも増えております。で、今回のクルサの市場規模を、簡単にちょっと計算してみたんですけども、全体の市場規模としては、年間大体約20億円ぐらいなのかなというふうに考えておりまして、でその根拠としては、在宅ケア関連の事業所が、具体的には訪問看護ステーションと訪問介護事業所と、
あとは訪問診療所ですね、訪問診療の事業所の総計が出て全国で約5万5千件ほどあるというふうに言われております。で、訪問看護ステーションの一事業所のスタッフ数がだいたい5名から6名というふうに言われておりますので、この約5万5千事業所を、一事業所6名ほどのスタッフで、換算した場合に、在宅ケアスタッフは全国で33万名ほどいるんじゃないかというふうに想定されます。で、アプリ単価を1台につき、月500円とした場合に、結構かなり安く見積もってるんですけど、した場合の年間の売上が大体約20億円で、その中でも大体 10% ぐらいのシェアを取った場合は、年間2億円ぐらいの売上になるのかなというふうに想定しております。訪問看護ステーション向けの、SaaS 提供の EWELL という上場企業があるんですけど、これが2022年に上場しております。SaaS に関しては、これは訪問看護の電子カルテを提供している企業でして、成長している高収益を実現している企業です。で、ですので、こういったこともあり、在宅ケアの市場というのは非常に高収益が見込めますので、成長市場であることは言うまでもないということになります。はい。で、また、クルサは非常に汎用性の高いアプリでして、在宅ケア以外のクルサも構想しております。全部で6つ考えておりまして、上から優先度の高い順に、優先度といいますか、開発予定の順で載せておりますけども、1つ目が救急医療版のクルサになります。これは、実際現場の方に、ヒアリングをしてまして、ドクターカーと救急隊と、あと搬送先病院間の、位置情報っていうのを実際今共有してないそうです。で、こういったクルサのようなアプリがあれば非常に便利といったところで、救急医療版、プレホスピタルとか言いますけども、プレホスピタル版のクルサの開発を予定しております。で、あとは、ストーカー対策版、最近ですね、博多の方でストーカー殺人事件ありましたけども、ストーカー対策版の方も考えております。とは、行政訪問版ですけども、これは保健所であったり、児童相談所であったり、あとは地域の自治体の方で、民生委員の方との連携ですね、民生委員同士の連携とか、あと地域住民同士の連携といったところで、行政訪問版のクルサ、あとは、災害派遣医療チーム、DMAT とか DPAT 間の連携、これも現場の方伺ったんですけど、チーム間と、スタッフ間の連携に治療法を使ってないといったところで、これの連携であったり、あとは、一般ユーザー向けなんですけど、災害多発地域における、安否確認支援要請であったり、あとは、今、実際アプリ、既存のアプリあるんですが、子供であったり、高齢者の見守り版のクルサの方を、開発を構想しております。在宅ケアへのインパクト、クルサの効果なんですけども、まず一つ目は、リスクマネジメントの向上になります。誰かが来るだけで、暴力への抑止につながりますので、また、今まで一人で対応してた急変っていうのも、近くのスタッフに応援を呼べるといったことが、効果が期待できます。あとは、平常時、緊急時問わず、訪問看護時、訪問ケア時のスタッフの安心感につながりますし、あと、3番目は、いろんなスタッフからの支援というものが得られやすくなりますので、最近、話題になっている、労働者の、ポジティブメンタルヘルスの向上、例えばワークエンゲージメントとか、職場のソーシャルキャピタルとか、心理的安全性というのは最近、話題になっていますけども、それであったり、あとはジョブクラフティングとか、仕事のパフォーマンスといったものの、効果が期待できるんじゃないかというふうに考えております。で、今後の予定といいますか、実証実験になりますが、2023年の7月以降に、実証実験の方を予定しております。今のところ、10施設の訪問看護ステーションを対象に、訪問看護スタッフ約60名を対象にして、こういった図の通りの検証計画を立てております。
社会実装に向けた現状課題についてなんですけども、やはり私たちどもでは24時間365日のアプリ稼働、要するに維持管理というのは非常に難しい現状になりますということと、あとは現段階では研究開発資金しか残っておりませんので、人員資金販売網の不足によって、今後営業であったり販売も非常に難しい状況になります。ですので、プロトタイプ、すでに完成はしているんですけども、一部のバージョンも速やかに企業様にライセンスアウトしたいなというふうに考えておりまして、で、ライセンスアウト後に、大学発ベンチャーの企業を、考えております。一応目標としては2024年の4月をめどにというふうに考えています。このベンチャーに関しては、事業主体もそうなんですけども、事業主体と、シーズン発掘、新シーズンの創出、あと知的財産ビジネスをメインとした企業を考えております。クルさんのこれまでの開発状況になりますが、2020年の6月に特許出願しておりまして、2021年の4月に共創的資金の1回目を獲得して、その資金を元手に、福岡大学工学研究科の電子情報工学専攻の大学院生に試作型の方を開発いただきました。2022年4月に2回目の共創的資金の方を獲得して、2022年の7月にアプリ開発先の企業と共同研究開発という形式で共同開発をしております。で、2023年今年の4月に、プロトタイプの方が完成いたしました。今後の展望としましては、2023年、これ今後というか今、現段階なんですけども、2023年の4月に、九州大学2ベンチャー振興会議様からギャップ資金の交付が決定しまして、今後は、在宅ケア版の、ユーザー管理画面の開発と、あとは、それ以外、在宅ケア以外のバージョンの試作型を開発する予定です。で、2023年7月以降に実証実験をしまして、今年度以内をめどにライセンスアウトできたら理想なんですけども、規模的観測としてはそのような予定を立てております。で、2024年の4月に起業しまして、クルサのサービスを提供したいということと、あとは、クルサ以外に、イクサという、今回全く説明してないんですけども、別のサービスも、今開発中というか、プロトタイプができたんですけども、そういったものを合わせて、企業化していきたいというふうに考えております。はい、本日に関する知的財産権につきましては、記載の通りになっております。お問い合わせ先も、スライドに記載の通りというふうになっております。はい、以上になります。ありがとうございました。